はいどうも、こんにちは、こんばんは、リーダーです。はい、今日はね、週刊 MTG 注目カードランキングの、5月1週目の紹介をしていこうと思います。はい、というわけで早速今週のトピックスに行こうと思うんですけども、今週のトピックスは、モダンホライゾン2およびフォーゴトンレルム探訪の、スポイラーが公開され始めましたね。はい、というわけで来ましたね、モダホラ2。もうモダンホライゾンはね、禁止カードがね続出したりと、なかなかね賛否のあるセットだったと思うんですけど、まあ個人的にはねめちゃめちゃ好きなセットだったので、まあ今回のねモダホラ2もめちゃめちゃ楽しみにしてたんですが、現在ね公開されてるカードの中にも、なんと対抗呪文が再録されたり、聖域の損位置がねついにモダンで使えるようになったというところもあったり、新カードではなんとライオン財を内蔵したクリーチャーや、英雄譚の土地などね、もう早くもめちゃめちゃ楽しそうな感じなので、今後のねスポイラー公開が非常に楽しみですね。で、そしてね、なんと今回、フォーダンレルムの、スポイラーもね同時に公開されていて、こちらね新たなスタンダードセットで、ダンジョンズドラゴンズの世界に、来訪するというね、なかなか異例のセットになってますね。で、ダンジョンズドラゴン自体はね僕自身もあんまり知らないんですけども、ウィザーズがね1974年に制作販売した世界で最初の RPG で、今でもね楽しまれてるものなんですけども、なんとね最近では、Netflix のねあのストレンジャーシングスにも登場してたりとか、今後もねなんかあの Netflix でドラマ化もねあの決定してるようで、もうすぐ40年経つようなあのものなんですけども、現代でも非常に楽しまれてるということで、まあ、今回はね、本来ね合間見えることがなかった2つの世界線が交わる世界ということで、今後もこちらのスポイラーが非常に楽しみですね。はい、というわけでね次のトピックスなんですけども、なんと、現在緊急事態宣言が出ている地域で、WPN の、店舗イベントが5月1日から5月14日まで中止となりました。いやー、こちらね、もう大会等のイベントがね、ようやくできるようになったと思ったら、また中止になってしまいましたね。まあ、ただ今回はね、一応その緊急事態宣言が出てる地域のみとなってますけども、緊急事態宣言自体もね、31日まで延長になりましたし、まあおそらくこのイベントも、今月いっぱいは中止となるんじゃないかなというふうには思いますね。まあさすがにこればっかりはねやっぱしょうがないっすよね。まあでもねやっぱり今までもほぼイベント中止だったことですし、まだね見通しこそ立たないんですけど、まあワクチンのね接種も始まってる状況ではありますので、まあ少しずつではねありますけども、前進はしてるのかなというふうには思いますので、まあまたねみんなで、マジックが対面でできる日を、まあ、長い目で待っていきたいなというふうに思います。はい、というわけで早速今週の注目カードランキングに参りましょう。ではまず今週の第5位ですね。今週の第5位はこちらになります。はい、今週の第5位はイーオスのレインジャー長になります。おそらくねこちら初登場だったと思うので効果を紹介すると、3-3の人間クリーチャーで、この方が場に出た時にあなたのライブラリーから点数で見た、マナコストが1以下のクリーチャーカードを手札に加えてよいと。で、このカードを生贄に捧げることでこのターン対戦相手はクリーチャーでない呪文を唱えられないよということで、まあイーオスのねレインジャーを彷彿させるカードで、まあかなり限定的ではあるんですけども、白の貴重なサーチカードであり、なんと生贄に捧げることで沈黙のような効果を得ることができるカードですね。こちらねモダンホライゾンに初めて収録されたカードで、発売当時からねそこそこ注目されていた印象ではありますけども、ここに来てじわじわと注目度を上げております。その理由は今年に入り何度も紹介しているモダンのヘリオットカンパニーの存在ですね。現在ねこちらにメインから4積みされていて、バリスタをねサーチしながら沈黙で蓋をするというね、まあ、ヘリオットカンパニーにおいて、攻守を兼ね備えた役割を果たします。まあ、それ以外にもね最近 EDH でその沈黙関連がね注目されていることも、この動画で紹介させてもらったと思うんですけども、こちらに関してはね EDH 需要もじわじわと上がっているカードだと思います。ということでねこちらの価格が現在2190円ということで、まあ、グラフをね見ていただけたら分かる通り非常に綺麗にね右肩上がりにじわじわと高騰しております。でこちらに関してなんですけども、現段階では一旦剣がいいんじゃないかなというふうに思ってますね。で理由としては現在ねやっぱりモダンというね限定的なフォーマットのメタによる需要が一番高いというところが一つと、二つ目は、まあ、モダンホライゾン2に再録される可能性がないわけではないので、まあ、スポイラー公開をね見てからでも遅くなさそうかなというのがもう一点で、最後は、海外の価格ですね。こちらは現在、20ドル前後ということで、まあ、ほぼね、日本と同等の価格なので、まあ、取り急ぎ今手を出す必要もないのかなというふうには思ってますね。
なので欲しい方に関しては、そこまで急ぎでないのであれば一旦ねその再録の可否を見てから購入するのがいいんじゃないかなというふうに思います。なので現在の一旦の基準としては、2000円以下であれば買い、2500円以上で売りぐらいの水準がいいんじゃないかなというふうに思います。はい、では続いて今週の第4位ですね。今週の第4位はこちらになります。はい、今週の第4位は悪魔の糸ですね。こちら初登場のカードになりますので効果を紹介すると、2マナのソーサリーで、このカードをプレイするための追加コストとして、クリーチャーを一体池に捧げると。でそうしたら、あなたのライブラリーの中から好きなカードを1枚選んで手札に加えるよということで、まあ、いわゆるね調整版デモ中に当たるカードですね。追加コストにねクリーチャーを一体生贄に捧げなければならないというところで、まあ結構なデメリットではあるんですけども、まあ主戦場であるね EDH においては、まあ同盟カードが1枚しか使えないので、まあ全てのデッキとは言いませんけども、探り台をね用意しやすいデッキであれば、採用されることが多いカードですね。でこちらの注目度が今上がってまして、理由としては海外の価格こちら見ていただきたいんですが、なんと海外では現在37ドルということで、海外ではね今日本の 2.5 倍程度まで価格が高騰してるんですよね。で実際ねこちら、バトルボンドで一回再録されてるんですけども、バトルボンド自体ねかなり供給量の少なかったセットなので、まあ3年以上もね現在経ってることを考えると、まあ確かにぼちぼち高騰してもおかしくないカードなのかなというふうには思いますね。でそう考えると現在ね日本の価格1400円ということで、まあ世界的に見ればねかなり安い水準なので、欲しい方に関しては買いでいいと思います。ただねこちら再録禁止カードではありませんし、まあ、もしかしたらねモダンホライゾン2にね再録されてモダンにもってなってもおかしくはないと思うので、まあ一旦ねスポイラー公開されるまで待つっていうのも一つかなというふうには思います。まああとはね割と人気なカードの一つではあるので、まあ昨今の流れならね、まあ、シークレットレアとかにね入ってもおかしくはありませんが、まあそこまでね気にする必要もないのかなという感じではありますので、まあ欲しい方に関してはねお早めに買ってはいいと思いますし、まあ年には年をということであれば、モダンホライゾン2のスポイラー公開後に購入するのもいいかもしれないですね。はい、なので現段階での基準としては、1500円以下であれば買い、2000円以上で売りぐらいの基準がいいんじゃないかなというふうに思います。はい、では続いて今週の第3位ですね。今週の第3位はこちらになります。はい、今週の第3位は帝国の帳簿兵ですね。こちらもね初登場のカードになりますので効果を紹介すると、3マナ11の人間クリーチャーで、このカードが場に出た時にあなたのライブラリーからパワー2以下のクリーチャーカードを探し、それを手札に加えるよということで、護衛募集員のねパワー以下を参照とする、バージョンの効果を持ったカードですね。こちらねレガシーでも、EDH でも需要の高いカードで、レガシーでは、フードチェーンをはじめとして、ペインターや、人間などにも採用されているカードになります。で、EDH においてはね、まあ、コンボパーツをサーチしたり、まあ、赤のパワー2以下のクリーチャーをサーチできるということで、まあ、赤のね、最強カードとも言える、ハトバーの強化者、こちらをサーチできるので、まあ、5マナ以上をね、生み出すことができる状況であれば、帳簿兵から入るだけで、マナ加速にも使うことが可能なんですよね。まあ、そんな強力なカードなんですけども、こちら自体はね、ダブルマスターズで再録されたこともあり、まあ、一時はね、だいぶ価格自体落ち着いてた印象だったんですけども、ここに来て価格が上昇し始めております。で、こちらに関してはね、一旦はまあ、剣でいいのかなというふうに思ってまして、理由としてはね、まあ、海外の価格見ていただきたいんですが、海外の価格は現在38ドルということで、日本とね、海外の乖離が少なく、まあ、ほぼ同等の水準となっていて、海外のね、値動きを見てても、螺旋リマスター販売ぐらいから値上がり始めて、まあ、ストリクセイブ販売後にねさらに高騰してるような感じなので、まあ、おそらくね日本での価格の上昇っていうのもこの海外のね、価格の推移に引っ張られる形で上がってきてるものかと思われます。で、まあ、こちらに関してはねさすがにモダホロで再録される可能性は低いとは思うんですけども、まあ、可能性はゼロではないのかなというふうには思ってるので、まあ、どうしても欲しいという方に関してはね、まあ、こちらも同様にスポイラー公開を待ってからでもいいとは思います。まあ、とはいえねもしこのモダホロで再録されるってことになれば、まあ、確実にねモダンでの需要も伸びることにはなると思いますので、まあ、それを見越してね早めに買っておくっていうのもありかもしれないですね。まあ、この辺はね、まあ、ご自身でリスクを加味した上で購入を検討されるのがいいんじゃないかなというふうに思います。ということで、現在の基準としては、3500円以下であれば買い、4000円以上で売りぐらいの水準がいいんじゃないかなというふうに思います。はい、では続いて今週の第2位ですね。今週の第2位はこちらになります。はい、今週の第2位は汚染された三角巣ですね。こちらねもうみんな大好き有効色フェッチランドで一番人気とも言えるね、青黒のフェッチランドですね。
こちらのね、注目度が今上がってるんですが、まあね、こちら単体というよりは、ゆうこ食フェチランド全体の、注目度が上がってるんですが、まあ以前にもね、何度か、ゆうこ食フェチランドがね、全体的に高騰したタイミングでご紹介はしてたんですけども、まあ今回に関してはね、もうモダンホライズン2が発売間近ということで、現在ね、供給が増える見込みのないゆうこ食フェチの価格が上がってきてますね。まあ、特にね、トリム兵器を見ていただければわかりやすいんですが、じわじわとね、価格を上げていて、その理由はね、海外の価格を見ていただきたいんですが、なんと海外は現在最安値が42ドルということで、現在日本と1500円程度の差をつけてるんですよね。で、そして、その中でも特に、初版であるオンスロート版ですね。こちらの価格が高騰していることが大きいと思われます。日本ではね、現在三角巣に関しては、オンスロート版の最安値6800円なんですが、海外ではなんとヒホイルで104ドルと、めちゃめちゃ高騰してるんですよね。で、今回のね、モダンホライゾンで、対抗色フェチのね、旧枠が告知されてますけども、まあ、今後もね、こういった形で、旧枠デザインのカード増えてくる可能性高いと思うんですよね。で、そうなると、まあ、すでにね、旧枠が存在しているカードに関しては、今後ね、そうやって再録される可能性はほぼないと思うので、よりね、もともと旧枠であるこちらに関しては、希少価値性は高くなってくると思います。まあ、なので、特にはね、旧枠を優先して購入するのがいいんじゃないかなというふうには思ってますね。なのでね、新枠旧枠別で、基準をお伝えすると、新枠であれば2800円以下であれば買い、3500円以上で売り、で旧枠であれば、7000円以下であれば買い、8000円以上で売りぐらいに見ておくのがいいんじゃないかなというふうに思います。で、もちろんね、他のフェッチランドに関しても、同様のことが言えますので、まあ、自分のね、欲しい色のフェッチランドの価格を今チェックしておくのがいいんじゃないかなというふうに思います。はい、では続いて今週の第1位ですね。今週の第1位はこちらになります。はい、というわけで、今週の第1位は、先週に引き続き炎武の連鎖ですね。こちらに関してはね、まあ連続1位というところで、まあさすがにね、紹介しすぎな気はするんですが、まあ今ね、最も注目度の高いカードであることは間違いないですし、少しね、以前とは違った動きも見えてきたので、まあ経過報告も含めてね、紹介しておいた方がいいかなというふうに思い、こちらを取り上げさせていただきました。で、こちらに関してはね、まあ特に先週のタイミングがものすごい高騰を見せていて、一時はね、9000円まで高騰したんですよね。一応ね、そのツイッターでお伝えはしたんですけども、先週のタイミングでもね、海外の価格は全然ね、日本の価格に追いついておらず、在庫自体もね、ほぼ枯れている状況だったことから、今後はね、価格は落ち着いていくんじゃないかというふうに予想しておりましたが、現在5980円ということで、まあ、まだまだ高い水準ではありますが、先週に比べれば少しお安くはなりましたね。で、ただね、実際、このウィズダム掲載サイト以外の、例えばね、メルカリとかヤフオクといったところでの、取引価格を追ってみると、現在の価格なんとね、3500円から4000円程度で、取引されていることが多いので、実際の相場自体はやはりもう少し下がるのかなというふうには思いますね。で、しかもね、それで在庫が残ってたりもするので、まあ安全性をね、考えるとあんまり進んでおすすめはできないんですけども、まあ安くどうしても欲しいっていう方に関しては、このウィズダム掲載サイト以外の場所も探してみるのがいいんじゃないかなというふうに思います。で、海外に関してはね、現在が、25ドル程度ということで、まあ、以前にね、紹介したタイミング20ドル程度だったので、まあ、少しずつね、値上がってきてはいるんですけども、まあ、やはりね、日本と海外での温度差はまだあるようには思いますね。まあ、とはいえね、まあ、少しずつ価格差も埋まってきてることを考えると、まあ、最終的な着地としては、まあ、3000円から3500円程度に落ち着いてくるんじゃないかなというのが、まあ、僕の個人的な見解にはなりますね。まあ、なので、現段階では引き続き売り目線がいいんじゃないかなというふうに思ってるんですが、まあ、これ以上ね、その需要が上がりすぎてくると、まあ、今度はね、その禁止の可能性もなくはないんじゃないかなというふうに思っていて、まあ、実際ね、その可能性が高いかっていうと、そういうわけではないんですけど、まあ、海外のねメタゲームを見てても、まあ、トップメタのね一つにスモッグデルバー自体あるんですが、まあ、支配率はね 3% 程度にとどまっていて、まあ、そこまでねメタゲームを支配しているわけではないんですよね。まあ、とはいえね、やっぱ今後どうなるかっていうのは分かんないので、まあ、このね支配率がどんどん上がってくるようであれば、その禁止の可能性自体も、高くはなってくると思うので、こちらも注視しておいた方がいいんじゃないかなというふうに思います。で、これらを踏まえた上での基準としては、3000円以下であれば買い、4000円以上で売りぐらいの基準がいいんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけで今週の注目カードランキングは以上となりますが、いかがだったでしょうか。
今週はね、M の連鎖を除き、まあ、特別ね、目立って注目度が上がってるカードではなく、まあ、じわじわと価格を伸ばしてるカードを中心に紹介させていただきました。今後はね、新セットプレビューが始まりますので、それらによってね、新しいコンボや、シナジーが発見されて、急激にね、注目度が上がるカードが増えてくるんじゃないかなというふうに思いますね。で、あとはね、そのランキングでこそ、なかなか紹介できてはないんですけども、去年と年始を騒がせた、サイロ禁止カードたち。こちらに関しては、価格はかなり落ち着いてきたような印象ですね。で、デュアルランド関連に関しては、一時の 50% から、75% 程度に落ち着き、他のね、サイロ禁止カードについても同様に、少しずつ落ち着いてきてるような印象です。で、過去の傾向を見てると、サイロ禁止カードが高騰した場合には、まあ、ものによってはね、元の価格まで戻るものってのもあったりするんですけど、元の価格のね、1.5 倍程度で落ち着くことが多い傾向にありますので、まあ、こちらもね、以前紹介した、デュアルランド関連の高騰予想の際に、まあ、こちらのね、その傾向に関しては紹介してますので、気になる方に関しては、そちらも見ていただければと思います。はい、というわけでこの動画が良ければ、チャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いいたします。じゃあね、バイバーイ。